松本はキーパーが村山、フォーバック右から藤谷、野々村、時田、山本、安永と米原のダブルボランチ、右サイドハーフに村越、左に山口、トップ下菊井、そしてワントップ小松と予想しました。キーパーは今日のキム・ミノです。3バックです。右から高橋、大野、池谷、西村と原田のダブルボランチ、右ウィングバック元泉、左に杉井、三田と森川のツーシャドウ、そしてワントップ山中です。それならさあ山口です。山口パスにした、低いのシュート、わずかにポストの右でした。リフレクションありました。ここは誰に合わせていくか、低い頭、クロスバーの上でした。最後野々村でした。やはりまずはこの野々村を狙ってきました。左足インスイングのボールになります。ニアに入った、跳ね返す、低いシュート、後方からシュートを放っていきましたが、これはゴールキックです。パーガツ、これはしかしクロスバーの上でした。スピードがあるが、さあそして左サイド浮いていた山本、山本のクロス流れてきます。まだあります。逆サイド藤谷のクロス、小松、ここはわずかにポストの左でした。小松胸トラップ、村越前向きですがすぐに寄せに来ます。さあ小松からサイドを変えて山本、山本は正確なクロスがある、手前跳ね返す、シュート、米原がシュートを選択しましたが枠の左でした。中央で受けた米原、展開力がある、そして山口中くさび、さあ小松抜け出た、決まった、あオフサイドだ、フラッグが上がっていた、小松のポジションオフサイドでした。ただ松本にとっては非常に惜しいシーンでした。決め切ったかに見えたんですが、フラッグははっきりと上がっていました。まだライン割っていません。もう一度低い、低いのクロス、ファーサイド山口、キーパーパンチング、これはチャンスというところでしたが、下げて低いのクロスでした。山口のこのシュート、これはキム・ミノが防ぎます。伝説ゴールの西村、さあ中にグラウンド入ってくる、シュート森川、ここは守りきったがまだある、次のクロス、胸コントロール、ヒールで送ってシュート、西村コーナーキックです。西村ここで惜しいシュートを放っていきました。ボランチに入っています。西村、さあ菊井、前向きで菊井、さあここで藤谷が上がってきた、左サイドシュート、キーパーブロック、まだあるか、シュート、これもまたブロックした、さあホーム大きな後押しを受けて手を上げた、ああ小松、これはよくブロックした、シュート、安永、今はしかしよく足1本で防ぎました。決定機というところでしたが、どうでしょうか。縦に任せて時田、シュート、これはキーパーだ、まあ、ここまでのパターンですと松本を橋内を投入すると3バックに変えるというところですが、
頭すらして、さあそしてシュート、決まった、野沢だ、途中投入の野沢が決めました。終盤松本が欲しかった先制点を挙げました。今のシーンです。頭でクリックしたところ、ここに野沢がいました。キーパー出てきたところ、キムミノをうまくかわしてループで決めていきました。冷静でした。この辺りの判断もさすがでした。巧みに決めました野沢。このセレブレーションです。さあ急ぐように笛が鳴ります。ここで長い笛が鳴りました。試合終了。2023九州ダービー第3幕は松本に軍配。対長野公式戦2連敗から雪辱を果たしました。緑のライチョウがオレンジの獅子の牙をようやくへし折りました。